皆さんこんにちは草野美希です宮崎哲郎ですオフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です今回のトピックはアンドリーセンの VC メディア戦略について話していきたいと思います <music> はいということで今回のトピックは、はい、えっと VC のメディア戦略主にまあ,あのアンドリーセンとか本当に、はい 最近はなんかすすごいですよねメディア専門の方を雇ってたりとか、まあ、クラブハウスの勢いもそうですけど、うん、あのメディアの、はい、戦略活用の仕方が凄まじいなという感じはしますけど <laughs> <laughs> 確かにいやでも本当にそうですよね、うん、明らかにアンドリーセンの戦略はあの自社のプラットフォームを作ること。 メディアプラットフォームを作ることなんで,、はい、でこれが、まあ、なぜ彼らがそういう動きになっていたかっていうともともとメディアから取り上げられてましたし、はい、あの結構インタビューとかも受けてたんですけど最近だと一切コメントもしない形になってしまっていてうんであの直近でいろいろ例えばザインフォメーションとかあの、はい、他のメディアとかでもアンドリーセンの例えば投資先とか 例えば調達情報とか、うんえー、そういうのが結構取り上げられてると思うんですけど、はい、あの実はアンドレイセンってその,あの書くその記事に対してコメントって一切してなくてあ<ー>で場合によって多少間違った情報も実は出てるんですけど。はい、あの、まあ あの例えばバリエーションのもんあの話とかたまにずれてたりするんですけど、はい。まあそこはアンドリセンも、まあ特に最近だとテックメディアバーサス VC ってアメリカであるじゃないですか。うん。クラブハウスで結構なんか。そうですね。 話話題題にになななっっててまますよよねね結構したのでそういうのもあって、えっとまあ、アンドリーセンが自社のプラットフォームを作りたいのかなっていう話だと思うんですよね。で特にそのクラブハウスの動きがすごいなと思いましてあの、まあ、そもそも「グッドタイムショー」っていう結構人気な番組があるじゃないですかはいあのー、最近アンドリーセンにジョインされたあそうですそうです。あのスリラムさん、はい がえっと、仕切ってるやつなんですけど、まあ、そこで、ね、そのイーロン・マスクでしたり、はい、あのロビン・フッドのブラッドさんマクドッカバーグでしたりあのやっぱりすごいメンツを揃えていましてゲストでですすごいですよね、はい、で逆にテックメディアの人たちってその人たちを取れなないいじゃないですか確かに確かに。うん確かに それって結構大事なポイントだなと思ってまして自社のプラットフォーム、まあまあ、クラブハウスはアンドリー・ンのプラットフォームではないですけど自分の投資先なので、はい、そのプラットフォーム上で、えー、直接いわゆる記者を通さずにダイレクトで話すっていうのは自社のナラティブとか自社のストーリーをちゃんとコントロールできるっていう意味合いでやってるのかなと思いますよねなるほどイーロン・マスクとかマーク・ザッカーバウが出た時もそこ このクラブハウスで話しましたっていうのがまたニュースになってるみたいなちょっと面白い状況になってますよね,そう,すねそうなんですよね結構そのテックメディア側も結構怒ってたんですよ最初まあ今もそうかもしれないですけどいわゆるそのまあ、結構甘い質問をしてるんじゃないかとかあのあ<ー>まあそういうのもあったんですけどでもこれも結局あの何ですかね ダイレクトに行くっていう流れ自体はもうずっと前から行っていることだと思ってましてでこれ別に VC だけじゃないんですよ、はい、あの例えば政治で言うとトランプがこの多分代表例だと思うんですけどはいいわゆる記者を通していわゆるプレスカンファレンスとかその記者会見で、はいえっと、発言してなんか変に自分の話をなんかその各記者とかメディアなりに解釈して出すより トランプはツイッターに行って自分の言葉をそのままダイレクトに伝えたかったっていう話だと思うんですよね。ああ、なるほど、なるほど。特にこの,、まああの,そのアンドリーセンとかそのコンテンツ戦略の話す前にその多分、一つ重要なのはそのテックメディアと VC 業界が、えー、特にアメリカなんですけど日本だと多分違うと思うんですけどアメリカでは完全信頼関係って失ってるんですよ。はい えそれってそのやっぱテック業界だけの話ですか他のインダストリーだと違うみたいなことでもなくてい他の業界でもそうですただ今、まあ、特にテック業界なんですけど、えー、あのただやっぱり全体アメリカの全体を見るとほとんどのアメリカ人ってそのメディアを信頼してないんですよ、はい、今 <laughs> そうなんですか、まあ、あの複数なあの 間違っったたことをお互い言,う言ったりししますしやっぱりメディアがえっとあのそれこそあのなナバルさんって VC 業界とかあの、はい、スタートアップ業界ですごい有名な方がいるんですけど、はい、彼が言ってたのがそのインターネット、まあ、特に SNS とかですよねの,、はい、あの影響でそのファクト、まあはい、真実が、えー、一般化されてしまったと真実の報道が、はいまあ、いわゆるえっと あの例えば「地震がお起こりました」とか「コロナで何人亡くなってしまいました」とか、はいえー、なので結果として、えー、ほとんどのオンラインでしたりオフラインのメディアは、えー、そのオピニオンの方に完全に寄せてしまったと。うん,<で>うんなるほど。でそういうそれをやってしまうと大体のメディアもそうなんですけどそうすると。 自社のまあアジェンダ、まあ、自社の,あの目的があってこういう話<ー>ニュースを伝えたいとかこういうふうに伝えたいっていうのがどんどん出てきてしまうのでちょっとバかか,かなりのバイアスがかかってしまいますと、はいうん、でもともとニュースってバイアスがかかるものなのでそれはそれで、ま、あの問題でもないと思うんですけどかなりバイアスがかかってしまった時にそれはそれで間違いっていう話だと思うんですよね。 うん。で、まあしかもインターネットがそのバイアスをつけたっていうだけではなくて、はい、各そのメディア業界のあの収入源をだいぶ減らしたんですよね。真実の,あの一般化によって。そうですね。まあいわゆるそのいろんなインターネットサービスが出てき。 そのクレイズリストでしたりグーグルフェイスブックでしたり、はい、例えばサブスクあたりだとネットフリックスポティファイとか、まあ、最近だとサブスタックとかうんいわゆるその,あのメディアが広告収入を得ていたものをグーグルとかフェイスブックが取ってしまったんですよね結果として。うんなるほど。それによってまあその各メディアのファクトチェックとか。 そういういのができなかかったりとかあとはそのインターネットのスケジュールに合わせるってあ<ー>、まあ、いわゆる何回もコンテンツ配信しないといけないので、はい、そうするとファクトチェックがしにくかったりうーんでしかも彼らを通さなくてもダイレクトで行けるようになってしまったのでうーんそうするとなぜメディアを通,す通さないといけないっていうことになっちゃうんですね。あのクラブハウスの話を聞いてると関係者だけで 情報発信するのとのメリットもありますしニュースっていう記者の方を通したなんかメディアの発信の良さみたいなのもあるじゃないですかその第三者が発信しているどっちもどちらもバイアスはどちらもかかってしまうんですけど、うん、なんか難しいなって思いますね。そそれこそその元々はその 記者の役割ってそのあの、まあ、バイアスはもちろん多少かかるものの,、はい、あ,のある程度、真実を求めて何かについて報道を、まあ、レポーティングするっていう形だったと思うんですけどそ,す、ね、まあそれこそ,そのセラノスとかのあれもあのウォール・ステリート・ジャーナルがの記者が発見したものなのでそれそれですごい良かったと思うんですけど、はい、まあ特に最近のメディアんまあ別になんか名前を言う,言,う言うつもりはないですけど。 やっぱりバイアスはすごいかかってるのが分かりやすくてでそれって別にあの右、まあ、特にその政治的なあの形で言うとすごい分かりやすいんですけど右寄りですとフォックスニュースとかがよくあの、まあ、結構デタらめなことを言ったりとか嘘を言ったりとかそういうのもあってそれをすごいバカにするあの左寄りのメディアとかいるんですけどでも最近ですと結構左寄りのメディアも。 結構すごいバイアスなことを言ってたりんなんかバイデンとトランプが同じことを過去に言ったのになぜかトランプはすごい批判されてバイデンはすごいい,いい風に見,見,見られるとかるその報道の仕方っていうのが結構その、まあ、矛盾してるんじゃないかっていう話は、まあ、あのそれは本当にあると思うのでうなので、まあ、それに対してそのテック をよりネガティブに書いてしまうと、まあ、テク業界もそれに対して批判してしで自社で行こうかってなっちゃうんですよねなるほどで特に最近ですとそのその今は政府も結構信頼を失って、まあ、特アメリカですけど、はい、あので次に会社が結構信頼を失ってて結構最近ニューヨーク・タイムズも信頼しな,し,なし,なしない人って結構増えてるんですよ。あ へニューヨーク・タイムズですらそれはびっくりですやっぱりその結局そのメディアも特にあのツイッターとか、はいまあ、クラブハウスと対抗しないといけないので結果としてクリックさせ,させるようなタイトルでしたり動画でしたりうそういうのを出さないといけない状況になってしまって、まあ、この結構悪循環になってしまったのかなと思いますよね。 なるほどまあなんか動画とかこう短尺動画のこのトレンドの中でどれだけこうニュアンスとか真実をこう上手に伝えるかっていうのも難しいですし、うん、まあその PV 至上主義みたいなところで戦うのもなんか結構いろいろ試行錯誤しないとむずいですけどそれでなんか伝え方が変わってしまうのもなんか残念。 結構むずいです、ね、それ難しいでですすね難しめちゃくちゃ難しくて、うん、まあでも明らかにその流れとしてはまあ前もオフトピックでもよく話しているそのクリエイターエコノミーってあると思うんですけど、はい、やっぱり個人の、うんえっと、ブランドに信頼ってあの偏れてるんですよね今。はい、でそうすると結構 VC ってちゃんとした情報を発言したりとかもう特にツイッターとかでは割と人気な人も多いので、うんはい、だからこそ彼らが ニュースレターとか、ポッドキャストとか、クラブハウスの番組とかを作ると、より信頼されて、逆に言うと、そういう人たちが集ま,集まって、まあ、アンドリーセンはまさにそうだと思うんですけど、そうするとメディアに本当に対抗できる情報源になってしまうんですよね。なんで、そこは特にそのアンドリーセンがあの今回の。 まあ、クラブハウスの件もそうですし自社のメディアプラットフォームを作るっていうのも話しているんですけどやっぱりあの VC 業界としても結構その進化してるなと思ってまして、はい、このアンドレーセンは今回これですごいディストリビューションをも持つようになったのでさらにいろんなポッドキャストもやってるじゃないですか。そうですねあのニュースス系のポッドキャストもやってれば、うん そのポクラブハウスより前から、まあ、ポッドキャスト結構やってますもんね,よね記事も書いてますし、うん、そうですよね確かに去年末のなんかソーシャル系の解説のやつなんかすごかったですよねなんかちゃんとなんていうかサイトもそれ用の LP 作ってます、うん、LP というかサイト作ってましたよね <laughs> いや本当そうですよねそれ用のサイト作っててレポートというか、うん、すごい、うん、結構デザインも凝ってて いやそうなんで、すよすなんで本当に VC、まあ、よくアンドリーセンもこれよく言われることなんですけど、はい、アンドリーセンってメディア企業でマネタイズが VC だっていう話もあってうんで特にまあこれって VC 業界全体がその個人のブランドもしくはディストリビューションっていう2パターンに寄ってるのかなっていうところで,うんでそこをまあどっちか持ってないと。 今後戦えないっていう話が今後出てくるのかなと思ってまして、うんでまあ、その流れで結構そのコンテンツ制作をする VC ってすごい増えてまして、はい、で逆に VC がメディア化する動きとメディアが VC 化する動きっていうのが両方出てきてると思ってますとはいでまあその、まあ、いくつか代表例はあるんですけど、まあ、アンドリセンはまさにその代表例なんですけどそれ以外にあのハリー・スティビングさん ポッドキャスターの。ポッドキャスターの、はい、あので実写の、まあ、エンジェル投資とか、まあ、最近ファンドを立ち上げたりとかもしてたと思うんですけどやっぱりポッドキャストから始まってそこでいろんな企業家のネットワーク VC のネットワークを、えー、作れてで、えっと、オーディエンスもかなりいるので、はい、まあそこであの、まあ、彼自身がその投資するっていうのも、まあ、この流れの一環ですし。 それ以外にあのアンドリュー・チェンさん、まあ、今アンドリューセンにいる方ですけど、はい、あの彼ももともとブログとかそのグロース戦略のブログとかいっぱい書いていたからこそアンドリーンに入れた確かに元祖コンテンツ系 VC って感じですね確か,確,か確かにそうかもしれないですね <laughs> なんかなんす,す,すごいですよねメルマガもそうですしなんか年末年始になるとこう、うん、冊子みたいなの作ってましたよねの PDF 冊子みたいな なんかいろんな記事をあの自分の書いた記事をまとめてやなんか出してるんですよね出してましたねいやあれすごいですよねいやで今本書いてるじゃないですかあそうですねはいだからそれもこのコンテンツの一環なんですよね確かにやっぱアンドリーセンでいうとあとリー・ジンさんですよねあのアンドリーセン今あの出て自社の自分のファンドを作りましたけどそうですね やっぱりパッションエコノミーのブログを書いてでその影響でやっぱり自分のテーマを作れてクリエイターエコノミーっていうテーマを作れて今あの、まあ、TikTok も減ってますしすすごいですよね <laughs> あと、やっぱ彼女の,あの,、まあそのもちろん記事とかもいまだに書いてるんですけど彼女、最近、はい、あのオンライン授業コホート型のオンライン授業を出していて。はい でそれがそのクリエイターエコノミーについての授業でしたり最近ですコホート型の授業っていうのはどういう、えっと、コホート型の授業っていうのはその、えっと、短期間で、えっと、小さいグループであのその、まあ、そのオンラインコースを受けるっていうことなんですけどコホート型の一個の重要なポイントはそのあの先生 その先生から一方的に教えてもらうのだけではなくて生徒同士が話し合ったり、はい、ディスカッションの場を設けたりとかまあ結構アメリカでは一部の学校はこういうことで結構やってるんですけど、はい、多分日本でいうゼミとか多分そっち系に似てるのかなあ<ー>そうすみません僕がゼミ入ってなかったんで分かんないんですけどなるほど確かに多分そういういい系だと思いますちょっとワークショップっぽさもありみたいなそうですねまさに。 なんで最近ですとリジンさんもそのあのエンジェル投資のにどういうふうになるのかっていう,うあの授業も立ち上げたりとかもしてるので、まあ、結構そういうその教育面でも、えっと、コンテンツ制作をしてる人もいればそれ以外にあのレレールヒッパーっていう VC のメガン・ロイストさんっていう方がいるんですけど、はい、彼女は。えっと Z 世代向けの,の VC スラックコミュニティを作ってますよねそれってなんかどういったその起業家の人もいれば VC の人もいるんですか起業家の人もいますで VC の人もいますでえっと僕も入ってるんですけど、はい、そこで実際に多分 2, 2件ぐらい投資してますねええー OK、<で>すごいなんであの結構あのちゃんとしたコミュニティなんで 今多分人以上いるんですかねそれはなんかどういった会話がなされてるんですかえっといろんな会話が、えっと、あるんですがサービスローンチしたよみたいなサービスローンチは実はそんなになくてですね<ー>、えっと結構そのカテゴリー別のチャンネルがあるんで例えば B2B の,のチャンネルがあったり、はい、D2C のチャンネルがあったりアーリーステージのチャンネルがあったりそこで なんかこういう会社がありますよでしたりこういうあの、えー、VC とあのスタートアップをつなげるサービスがありますよとかあとはその最近その、えー、ディールフローっていうチャンネルがあるんですけどそこでこういう案件があるんですけど他の人参加しませんかとかへえ面白い結構なんか幅広くあるんでそこで僕もその D2C 企業が今調達してるんですけど興味ある人は、はい、あのここにメールしてくださいとかでそこにメールして実際にその会社と会ったりとかしてますねへえー、でもやっぱりリージンさんとかもこの,この今の Z 世代の方もそうですけどうん,、うん、なんかコミュニティを作るっていうのもキーワードなのかもしれないですね確かにいや本当に多分そこはまさにそうで。う コミュニティ作りって多分すごい大事になってるので、まあ、そのコンテンツから人を引き寄せて自分のエキスパティーズを見せてそこで教育なりその授業なりコミュニティを作ってそこでどんどん活性化するっていう話だと思うんですよね。うん、なんでまああの、まあ、そんな中でやっぱりそのテーマを決めるっていうのって、まあ、1つのカテゴリーとかにコミットするっていうことだと思うんですけど。はい それってなんか結構 VC 業界では結構需要にどんどんなってきていると思ってましてもちろんファンドを立ち上げてメンバーが多いと一人一人違うあのニッチなカテゴリーを見ればいいと思うんですけどさすがにそれってほとんどの人ができなくて、まあ、最近結構個人の VC が立ち上がるケースで多くなってるので、はい、その中でそのジェネラリストなファンドを作るのって結構厳しい。 状況でもあるので、ある程度そのカテゴリーに絞って、まあ特にそのコンテンツを配信する上で全般浅く広くコンテンツを作ってしまうと、あ、はい、特にアメリカっても大量にコンテンツがあるので、<laughs> そうですよね。<laughs> 何でもコンテンツあるじゃないですか。結局何も刺さらん、まあ,まあみたいな。ないやまさにまさに。まさに <laughs> そうなんですなんで結構ある程度のトピックを絞って別に一つじゃなくてもいいんですけど複数絞ってそこにあのちゃんと投資してコミットするっていうのが重要になると思っててでそれってそのコンテンツでもそうですしあの投資でもそ,うそれが重要だと思ってるんですけどよく投資業界でよく言うのはそのあの英語で言うとダブルダウンオン・ウィナーズっていうんですけどあの<お>、まあ、いわゆるあの 一番いい投資先にもっとお金を貼れ、はい、っていうことなんですけどフォローオンしろとそうですねフォローオン投資をしなさいっていう、はいまあ、場合によってはフォローオンまあ本当にかなりの額もう初期で投資した額以上に入れましょうっていう話なんですけどあの、まあ、セコイアとかは多分このもう代表例なんですよねこれってあの特にあの例えばドアダッシュの、はい、えっと あの投資家でもあって、まあ、かなり儲かってるんですけど、はい、あの実はまあセコイアってドアダッシュのシードラウンドって見送ってるんですけどあの結局シリーズ A でリードして確か15億とか17億円ぐらい投資してるんですけど、はいはい、それで会社の20%ぐらい取ったんですけどその後に結構そのドアダッシュもいろいろ調達してただ一時期すごい事業もちょっとフラットになって全体の投資関係も。 よくなかった時に、はい、セコイアがもう一回リードすることを決めておお結果としてあのドアダッシュが上場する、えー、するまでセコイアって200億円以上投資してるんですよドアダッシュ200億円すごい最初の投資が15億円だったんですけどいやめちゃくちゃフォローオンしてますねうそうなんですよそれで結局15%ぐらい保有してておお<ー>でも今 そのドアダッシュの時価総額で50ビリオンでセコイアの価値でいうと多分7ビリオン以上あってすごいまあちゃんとそこにコミットしたっていうのはすごいなっていうところですよねいやーすごいですね <laughs> いやすごいですよね、まあ、でもそれが最近だとあのコインベースが上場したじゃないですかはいえ実は あのそこアンドリーセンも入ってるんですけどアンドリーセンが、まあ、セコイアと割と似たようなことをやってて、はい、あのただ彼らはその追加のラウンドで出資とか、まあ、もちろんそういうこともやってたんですけど、はい、2019年と2020年の間にかなりセカンダリーの市場で既存の株主からコインベースの株を買い取ってるんですよへえ<ー>アンドリーセンのあの 投資テーマの一つがやっぱりビットコインとか仮想通貨なので、はい、そこにもう完全投資をするっていう<ー>で今のマーケットの、まあ、短期的なところは無視して、はい、長期的に儲かるって彼らを信じてこれをやってたのでもちろん失敗する可能性もあったのあったんですけど、はい、あのここの多分重要なポイントっていうのがその市場の のタイミングを伺って投資するのってあんまりよくなくて分からないんですよね結果としてはいあのこのタイミングで投資するべきかこのタイミングじゃないかっていういわゆるそのこの時価総額がこの今の状況だと高いっていうのは確かに高いかもしれないんですけど<お>それ分かったらもうまあそうですよねそうなんですよなんで、はい、け結果として VC として重要なのは、うん、あのその すごいアップサイドがあるものに投資をし続けることっていうことで,でそこに対してそこを見失,見失わないっていうのが大事だと思っていて深いですねその言葉は <laughs> それってもすごい難しいんですよ <laughs> いわゆるその短期的に結構すぐフィードバックってもらえたりするんですよねあの投資って。 結構間違ってるケースが多くてでただ短期的にそのフィードバックが入ってくるんであのそれが正しいと思っちゃうんですよそこで行動がそその同じ行動が繰り返されることになってそれで短期的に市場を,市場を見る人がどんど増えてくるんですけどでこれを説明をだとするには1個事例がありまして。 あのアルティメーターっていう VCP VC、まあ、ファンドがいるんですけど、はい、あそこが2014年に、まあ、いわゆる結構ビットコインに興味を持っていてビットコインとか仮想通貨の市場がもう圧倒的にアップサイドがあると彼らは信じてまして、はいはい、でその時に、えー、トニーワンダークコーっていうあのスタートアップに投資を考えてたんですよね。はい あのアンド・イセンも投資してるところなんですけどで結果そのその判断を見送ったんですよアルティメーターはですかはいアルティメーター,あのーアンド・イセンは入れたんですけど、はい、あのアルティメーターやめてでその後にまに、あ、その数ヶ月後とかにビットコインの価格がもともと彼らが投資しその会社に投資してたしようとしてた時はビットコインの価格が えー、1200ドルとかだったのが、うん、300ドルまで落ちたんですよおお<ー>なんでその時にアルティメーターが「あいややっぱ見送ってよかったな」みたいなことをい考えてたんですよそうなんですよ <laughs> ほらねって下がったってそうなんですよほらねっていうあの <laughs> でそこが間違いでいわゆるその,そのタイミングでえなんでこんなに下がったんでしたっけとかでこれってまだこれだけのアップサイダーってあるんですかっていうのを本んは考えるべきで <laughs> でこれってまあ僕も同じことをやっちゃう,やっちゃうので僕もすごい反省しないといけないんですけどでもそこ,そこをアンドリーセンがそこに投資し続けたっていうのが重要なポイントででなぜこの21.0を取り上げるかというと、はい、あそこってえっと結果売却,あのえっと売却されるんですよはいで誰が買収したかというとコインベースが買収するんですよほおー。 で、コインベースが買収してそこでコインベースのシェアが株主が一部もらえるんですよはいなので結果としてそ,のそ,のそこに投資した人たちは儲かってるんですよまあ一部の人たちはへえー、なるほどまあその市場というかアップサイドはあるからそうなんですよ 投資しておくべきだっていうのが判断が正しかったっていう。そうなんですよ。なんで、うん、V.C. の仕事っていうのが、まあでこ最近のそのその次世代 V.C. 候補とか、まあアンドリーセンもそうですけど、やってるのが明らかにそのアップサイドが圧倒的にある領域のテーマを決めて、はい、そこに対してコンテンツをいっぱい出して、そこの、えー、そのあのアメリカでいう thought leader って言うんですけど、そこのまあいわゆるその、えー まあ先進的なことを発信してる人たちとして名前を知られてそこにいいスタートアップが集まってそこに投資するっていう仕組みをやってるんですよね。なるほどで。それってリー・ジンさんはクリエイターエコノミーでそ,そういうことをやってまして、はい、えブリアン・キメルさんっていう方は、えっとはい、ワークライフっていう VC を持ってるんですけど、はい、あのその方はそのリモートワークとかそっち系の。 あの話をすすごいする人なのでそういう、まあ、タンデムとかそういう投資をフィグマとかそういう投資ができるんですよね。へえちょっとそれは本当に特化しないといけないですね。うん、そうなんですよね。でやっぱり今の,あのアメリカのスタートアップ業界特に VC のアーリーステージの,業あの投資でいうともう。 あの入れないんですよねい,い,案件にいやあのそこに入るのが本当に大変で、はいうん、でえっ、ー、とまあそれにそこでいろんな VC がその自分のバリューを見せないといけない時代になってきていて、はい、昔だとやっぱり企業で選んでたっていうのがやっぱり個人しかも個人で何ができるのっていう話にな,なるので。 アメリカの VC 業界で「Let me know how I can be helpful」っていう、えー、なん,なんて言えばいいんですかねううかよく言うセリフよく言うセリフある,あるある VC あるあるみたいなこと、ねね、v c あるあるです、ね、があるんですけどよくあ、えー、翻訳するとある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 あうあうある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 あある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 あ まさにそういうことなんですけど、よく VC が言う発言なんですよ。僕もめちゃくちゃ言ってた。私も反省を込めて言うことがありますね。それが最近のと、Let me show how I can be helpful に変わってると思ってるんですよ。別にそれをゆ言ってるわけではないんですけど、より自分の価値を最初から見せないといけないっていう話になっていて、それこそ 最近あの調達したランプっていうコーポレートカードを提供する会社があるんですけど、はい、そこの投資を投資ラウンドに参加するためにある投資家が130ページのデックを作ってでそのデックの内容が<ー>そのランプっていうプロダクトについて競合との比較カスタマーのアンケート戦略そ,それ以外にしかもそれ以外に多分ん10人以上の人に ランプあのいわゆる顧客候補にランプを紹介して<ー>でそれで結果としてでもリード取れなかったんですよお<ー>結果としてアロケーションをもらえたんですけどす、ね、リードをもらえなくて、はい、うんでもそれだけいい案件ってすごい VC たちが集まってくるのでなるほどやっぱ、はいうん、入るのが大変ですね今は確かに本当にまあ 昔、まあ、今までの VC の人も優秀な方とかすごくいい VC の方うん、うん、多分そういうことをやってきたと思うんですけどこうそれをやらないと本当にいい案件に入れないっていう状況にさらになってきてるって感じなんです、ねうん、そうなんですよね。でどんどん結構優秀な VC がどんどん増えてるのでアメリカでもうん、うん、なのでどんどん戦いになってきていてただやっ,ぱりやっぱりなんでみんなこういう。 まあいい訳件に群がるかというともちろん儲かるっていうところはあるんですけどやっぱりそのですか、ね、ッテック業界のトップ例えば30%の企業に投資ができれば、はい、で5年から10年ぐらい持ち続けることができればうん絶対に儲かるんですよ。もちろん一部は失敗しますけど全体的に見ると絶対に儲かるんですよ。 うんでいい会社にどれだけ投資ができるかっていうのがすごい重要であの幅広くベットするのではなくてトップティアのところにとりあえずベットし続けるっていうのが重要なんで,、はい、でそれってな,なぜそこにいろんな人がお金を払ってすごい競争になっているかというと多分、はい、地球の歴史上でこれだけアップサイドがあるものってテクノロジー業界以外今のところにないんですよ。 うーんだからこそ、はい、こういう会社に投資できる切符を持つ人ってそのアクセス権を持つ人っていうのがすごいもうかるんですよね、まあ、だからこそこういうコンテンツ戦略とか一つのテーマに絞って自分の価値を見せていい案件にひたすら投資続けるっていうサイクルを結構 VC が作らないといけない時代になってきてるのかなと思います。うーん 面白いですねなんかやっぱり本当に VC 一番最初の世代一番最初の世代というかそのうん、うん、やっぱコミュニティがすごく何て言うか人少なかったですし今よりうん、うん、だからなんかいい案件ってすごくそのコミュニティだけに集まってるのかなと思っててでも今だともっと面白いスタートアップってどんどんいろんなとこでできてて、うん、でなんかそこに入り込むのにはなんか ちょっとまた今までの戦い方とはちょっとやっぱ違いますよねちょっと違いますねだいぶ変わり変わってきてますねでもまあやっぱりそのインナーのコミュニティっていうのももちろん大事だなと思うんですけどめちゃくちゃあります今だにシーコンバレーで <laughs> やっぱり <laughs> そうですよねでもなんかあのー、新しい世代のコミュニティになってるなっていうのはあります確かにあるなとはちょっと思います、ね、確かにその新しいコミュニティにもアンドリーセンとかそういうのも入ろうとしてますし それに入り込めてるのがすごいですよやさす,さすがですさすがです本当にそこは新世代のコミュニティにもちゃんと入り込めてるというか新世代一部生んでるっていうのもそうなんですね確かにそれはリージンさんとかもまさにそうじゃないですか新世代の VC ですけど <laughs> 元アンドリーセンの人なんで確かにそれはそうですねまあでも日本も確かにそうかそうですね、まあ、でもどの国もやっぱり、うん 素晴らしい V. C. の人がこう生んだ人たちがこう。さらにこう。大きく、独立,独立して大きくなっていくっていう。その流れのペースが早いですね。アメリカは。は確かに。本当に若い人は。多いですもんね。うん。超優秀です。ね、本当に。なるほど。やばいです <laughs> あの。頑張らないとなってすごい。 <laughs> <laughs> まあ今回ポッドキャストいろいろリサーチした上ですごい反省になりましたね <laughs>、はい。はいじゃあ一応今回は2部作というか後編ではまた VC の話をするので、はい、どんな話かだけちょこっとだけ予告してもらっていいですか はいえっとまあ、今回は結構そのコンテンツ戦略とかそういう話をしてたんですけど、はい、えっと次回はその、まあ、その実際の投資にあたって結構そのプレイヤーがどんどん増えてきているのと、まあ、結構、レーターステージからアーリーステージのシフトがすごい起こっていたりとかあとはその各,ラウ,ン各まあラウンドステージごとの、はい。 投資オプションが結構増えてまして資金調達オプションですねなのでそこの話をちょっとしたいなと思います、えー、気になりますじゃあ今回はこんなところではい、えっと、じゃあ今回も聞いていただきありがとうございましたオフトピックは YouTube やニュースレターでも配信していますので気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします今回の収録は YouTube でも聞くことができますまた次回お会いしましょうさようならさよなら